2004年、コルトに初搭載された。4A9 のプロジェクトは、三菱自動車とダイムラー・クライスラーの共同作業として開始され、三菱自動車はエンジンの開発を担当した。製造は、ダイムラーの子会社であるドイツの MDC パワー社にて行われていたが、現在は、京都市の三菱自動車パワートレイン製作所で行われている。 4A9 型のメルセデスベンツにおける形式は M135 となり、4A90 が M135E13、e、4A91 が M135E15 となっている。4A9 は三菱自動車の直期4エンジン系列では初めて高圧ダイキャストアルミ合金製シリンダーブロックを採用した。その他、アルミ合金製シリンダーヘッド、 DOHC4 バルブ構造及び、マイベック可変バルブ機構を採用している。また、カムシャフトは、従来の 4G1 型のタイミングベルトに代わり、タイミングチェーンで駆動される。スマートフォーフォー1.5スポーツスタイルには、ブラバスによってチューニングされたエンジンが搭載された。それと同時に、既存の1.5エンジンを同様の仕様にチューニングする SB3 キットも、 販売された。主な内容は、カムシャフトとエクの変更、出力は以下の通り。ありがとうございます。